アジアサッカー連盟 AFC は1月30日に公式サイトを更新し、北中米ワールドカップアジア二次予選の北朝鮮代表対日本代表の開催地が北朝鮮の平壌にあるキム・イルソン競技場だと明らかにし、試合は3月26日午後5時のキックオフを予定していると発表しました。これにより森保ジャパンは相手の大観衆やラフプレーなど過酷な戦いが予想され、ピッチ外でも厳しい環境を強いられることになりそうです。選手の命が危ない。現在アジア二次予選で北朝鮮、シリア、ミャンマーを含んだ B 組の中2連勝で首位に立つ日本代表は3月21日に東京都の国立競技場で北朝鮮と対戦し、同26日にアウェーで北朝鮮と対戦することになっていましたが、今回の発表でその開催地が平壌になることが決定。北朝鮮は2019年のカタールワールドカップ二次予選を最後に、コロナ禍以降は国際試合を国内で開催しておりませんでしたが、入国制限の緩和によって今年からホーム開催を解禁。2月24日にはパリオリンピックアジア最終予選第1戦で北朝鮮女子代表対日本女子代表、なでしこジャパンをキム・イルソン競技場で開催することも予定しています。男子の日本代表が北朝鮮で試合を行うのは11年11月のブラジルワールドカップアジア3次予選以来13年ぶり。そしてこの試合は0対1で日本が敗れています。当時のチームはザッケローニ監督が率い、平壌では過去4度対戦し、0勝2分け2敗と未勝利で無得点3失点となっているなど、アウェー決戦の難しさを物語っていますね。この決定を受けてファンやサポーターの間からは不安視する声が続出。ネット上では、北朝鮮での試合開催はもう勝ち負けどうでもいいから、とにかく無事に帰ってきてほしいです。アジア二次予選のアウェー北朝鮮、平壌開催とか心配すぎる、代表選手たちの安全が確保されますようにと、ピッチ内外での選手やスタッフの身の安全を危惧する声が上がっています。昨年10月には中国杭州アジア大会の準々決勝で U20 に日本代表が対戦したことが記憶に新しいところ、日本は2対1と勝利しましたが、危険なプレーに何度もさらされ、飲水タイムには北朝鮮選手が日本のスタッフからボトルを奪った上で拳を振り上げる威嚇行為まで飛び出し大騒動に発展。その際には大岩剛監督が、本当に選手が大怪我なく終えられたのが一番と語っていたのがとても印象的でしたね。また19年10月に平壌で試合をした韓国代表ソン・フンミン選手は、北朝鮮の選手たちはラフプレーや暴言も多かった、怪我なく無事に帰国できただけでも快挙だと正直すぎる気持ちを吐露。こうした北朝鮮のお家芸ともいえる危険行為には警戒が必要です。さらにピッチ外でも森保ジャパンは神経をすり減らすことになりそう。北朝鮮に渡航経験のある関係者は、どこにいても盗聴されているのが当たり前、ホテルの部屋で北朝鮮に関する話をしたところ注意のようなものを受けた、相手が誰であろうとそういう対応みたいなので、日本代表でも全て聞かれていると思った方がいいと警鐘を鳴らしています。日本代表は11年に遠征した際には現地の最高級ホテルが用意されましたが、そうした宿舎での何気ない会話はもちろん、ミーティングなども筒抜けになることが予想されています。さらにこの関係者は、盗聴によって戦術がバレるだけならばまだマシ、北朝鮮にとって少しでもマイナスになるようなことを口にすれば連行されるケースもあると聞いたことがある、そこは外国人だろうと容赦しないようだと指摘。ちょっとした軽口でも北朝鮮側が危険な発言と判断すれば、代表選手だろうが当局に拘束される可能性も決して否定できないと言います。13年前の異様な状況。ここで13年前のザッケローニ監督が率いた当時の異様な状況を振り返ってみましょう。タジキスタンとのアウェー戦を終えて北京に移動して調整し、試合前日の14日午後1時半過ぎに北京を出発し、空路で平壌入りした当時の日本代表、前もって持ち込み禁止を通達されたスマートフォン、
パソコンなどの電子機器は北京市内のホテルに置いてきており、選手はほぼ手ぶらという珍しい光景が見られました。困難に直面したのは平壌の空港に着いてすぐでした。選手、日本協会関係者など49人の入国審査が待てど暮らせど進まない、書類の不備などを指摘され修正を強いられる場面もありました。さらにガム、バナナ、袋入りラーメン、はたまたザッケローニ監督が持ち込んだわさびのチューブまで没収されてしまったのです。電力供給が不安定なのか、通関中に空港が3度停電するトラブルもありました。10月下旬に下交渉などで日本協会職員が入国した際は通関に30分ほどしかかかりませんでしたが、実際に日本代表の入国時は5時間ほどの時間を強いられ、試合前日練習のため試合会場に空港から直接移動する羽目に。当初午後5時から開始予定だった前日練習が始まったのはなんと8時だったといいます。後日日本側の関係者からは、同年9月2日の日本でのホームゲームの際、日本側が来日した北朝鮮代表に対して制裁措置に従い徹底した検査を行ったことに対する対抗措置を取られたのではないかという声も上がっていたほどでした。さらに入国時のバタバタだけでは済まされませんでした。平壌市内のホテルにチェックインし、部屋に入った選手はその内装に驚かされます。部屋の至るところには複数の鏡が設置されていたのです。洗面所や化粧台だけでなく、本来ならあるはずのない壁面にも鏡。選手間では不気味だから他の選手と相部屋にできないかという声も上がりましたが、それはできず、さらに各部屋の前には世話係のような人物が無言で立っており、行動が全て監視されていたとのこと。試合当日の朝には北朝鮮と国交のあるイタリア国籍のザッケローニ監督がホテル近辺に散歩に出かけましたが、北朝鮮側から猛烈な注意を受けてしぶしぶホテルに退散するという場面もあったといいます。試合会場も異様な空気が流れ、開始50分前からマスゲームを彷彿とする一文字応援が展開され、太鼓やメガホンを叩く音や歓声で選手間の声は通らない状況に陥りました。試合前の君が代斉唱の音楽もかき消され、選手たちは経験したことがない圧力、選手の距離が離れると声が全く聞こえなくなったと話しました。そして試合は相手の激しい当たりでペースをつかめず、不慣れで硬い人工芝のピッチにも大苦戦、結果的に0対1で敗れ、就任以来17戦目にして初黒星を喫したザッケローニ監督は、北朝鮮は大変なプレッシャーがあったのだろう、この一戦にかけてきたという印象が強い、予選敗退が決まっているので警告をもらってもいいという戦い方をしてきたと振り返りました。このように13年前の対戦時も試合前、そして試合そのものも異様な緊張感の中で行われ、とてもプレーに集中できるような状態ではなかったことが語り継がれています。前回平壌で試合をした代表選手たちは揃って、あれ以上のアウェーはないと口にしており、現代表の中にはその時のメンバーはほぼ残っておらず、現在の若い日本代表選手たちがこの苦境を乗り越えられるかに注目が集まります。ファンのコメント。今回の平壌開催の発表を受け、日本のファンからは、とりあえず食事は全て持ち込みで調理した方がいい、毒を盛られる可能性がある、あと部屋には盗聴器が仕掛けてある可能性があるので戦術等は外で行った方がいい、試合中も悪質プレーが予想されるので怪我だけは気をつけてほしい、選手の安全、政治面でも試合面でもが何よりも心配です。ホーム戦を日本で開催しておきながらアウェー戦だけ中立地開催を希望するのは不平等ですので、北朝鮮戦は2試合とも中立地で開催するように要求するべきでした。そもそも国交がない国同士の試合では双方の明確な同意が行われない限りは中立地で開催するという制度であるべきでしょう。 FIFA は選手の安全を第一に考え、国交がない国同士の国際試合の在り方について見直すべきです。 FIFA に対して両試合ともに中立で開催するように日本サッカー協会は交渉するべき。国連の決議を無視して
核開発やミサイル開発を進める国に自分の家族や知り合いが行くのだとしたら猛反発しませんか。現状、何かあった時に交渉すらしてくれない国に仕方がないというのは、選手たちの安全を守る上でも容認できる話ではない。日本サッカー協会は選手の安全確保のため、何が何でも中立国での開催を交渉しなくてはいけない。日本のホームでの試合中に北朝鮮の選手が日本人スタッフを殴打しよううとしてたくらいだ。自国でやったら何されるかわからない。 AFC の役員たちはこの国にどんな接待を受けたんだろうか。本気か。日本のサッカー協会も断固抗議するべきだろう。アジア大会の北朝鮮の愚行に対するペナルティーはどこに行った？日本は映像と意見書提出してたんじゃなかったの？過去の事例を見てもホーム開催権剥奪や FIFA AFC 主催大会から数年除外してきたはず。これは全く承服できない。それを AFC に抗議したのだろうか。第三国開催を主張しなければ JFA に抗議殺到すると思うよ。北朝鮮への渡航は外務省が自粛要請を出しているし、行かないという手段が取れるのであれば勝ち点譲ってでも行かないでほしい。外貨獲得の機会なんか与えてはいけない、など平壌開催が決定するに至った経緯を疑問視する声や、 AFC や FIFA に対して抗議を要請すべきだとする声が多数寄せられました。つい先日もミサイル発射実験を行っていた北朝鮮、国交のない国での異様な雰囲気での対戦は一体どうなるのでしょうか。あなたはどう思いますか。ぜひあなたの意見をコメント欄に書いて教えてください。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、高評価をお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。